花森久友は京都府福知山市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスの打撃投手。プロでは育成選手であった。小学1年生から軟式野球を始める。中学校に入学後、福知山ボーイズで公式野球を始める。当時からポジションは投手。敦賀気高等学校時代には3年生春。 夏と連続で甲子園に出場を果たすも、当時投手であった東出明宏の控えであったためマウンドに上がる、機会はなかった。その後、創価大学に進学し、小屋の栄一と同級生だったが、肘をひどく痛めていたためカップルは元より社会人、野球チームからも声がかからず、アルバイトで生計を立てながら、クラブチーム、西多摩クラブで野球を続けた。 西多摩クラブ時代はエースで2004年の第75回都市対抗野球大会東京二次予選では明治安田生命相手に関東勝利同予選でクラブチームが企業チームを破るのは14年ぶりの快挙一時フォーム改造に取り組んだ際は谷沢健一前監督松岡博監督が付きっきりで指導した2006年9月17日に東北楽天ゴールデンイーグルスの 入団テストを受験し、ただ一人二次試験を合格した。同年の育成ドラフトで楽天より一巡目指名を受けて育成選手として入団。2007年は2軍で13試合に登板したが、0勝3敗0セーブ、防御率5.00と結果を残せず、同年終了後に球団より戦力外通告を受け、そのまま現役引退した。引退後は打撃投として、 チームに止まった。ストレートはマックス時速 143km、平均時速 130km 台という、主な変化球はツーシーム、カーブ、スライダー、フォーク。ありがとうございます。